いつの世にも悪は絶えない。その頃徳川幕府は火付盗賊改方という特別警察を設けていた。凶悪な賊の群れを容赦なく取り締まるために独自の機動性を与えられたこの火付盗賊改方の長官こそが長谷川平蔵、人呼んで鬼の平蔵である。凄腕の一人働き、浪人上がりの盗っ人だというんだな。まさかでは済まされんぞ、久米。渡辺八郎というやつ、名打ての外道働き。押し込まれたら最後、あとは皆殺しと相場は決まっているではないか。盗賊改め方、長谷川平蔵である。神妙にお名を頂戴しろ。取れるもんなら取ってみろ。鴨屋さん、切れ。あ